今日の主人公ではありません。はい、先生、これはね、怒ってるように見えるけど、ある男の人です。ある男の人、まあ、名前はあえて言いませんが、こうちゃんではないです。誰で、もう一人出てきました。はい、これラッキー。誰でしょう。はい、泣いてますか。はい、今日のお話はね、このちょっと怒ってそうな、ちょっとこうおいちゃんっぽい人、この人お兄ちゃんです。で、これなんかじゃらじゃらじゃら、これ弟くんです。泣いてる、泣いてるように見えるよね。ね、今日はあの聖書の中でもすごく短いお話だけど、とっても有名なお話、放蕩息子のお話です。放蕩息子、放蕩って何ですか。知らん。はい、で何。それはアムガスやろ。ちゃうな、アムガス。はい、大人になってもあんまし分かりません意味が。放蕩息子、ね、怒られた。そう、怒られたお兄ちゃんの話ではなくて、放蕩っていうのは、そうやな、めちゃくちゃ遊ぶのが大好きで、もう旅行とか大好きで、もうあちこち住んでんけど、あんまし勉強もしに仕事もせえみたいな、こうふらふらしてる感じ、ふらふらしてる感じです。はい。と、このお兄ちゃん、このお兄ちゃんはとお兄ちゃんみたい、おじちゃんみたいけどな、とっても真面目なお兄ちゃん、勉強も真面目にするでーってね。で、こっちは全然しません、めっちゃ働くでー、全然働く気ありません、お父さんお母さんのことを言うことよく聞くね、全然聞く気ありませんみたいな感じの有名な話、弟くんの方の話です。ある時ね、この兄弟、お兄ちゃんと弟くん、特にこの弟くんの方がめちゃくちゃ今遊びたくなってめちゃくちゃ遊びたくなってんけど、お父ちゃんにちょっとお父ちゃんの財産半分分けてくれんかな。あ、もしもお父ちゃん死んだら、お兄ちゃんと僕と半分半分になるから、お父ちゃん先ちょっと分けてえなっていう話をします。さあ、お父さんね、なんとね、お、分かった、夢やな、分かった、相手お父ちゃん負けちゃうね。そしたらね、弟くん、弟くん、なんと、ここになりました。ちゃうな。はい、弟くんね、ありがとう言って、このスーツケースにお金バンバン入れて、どっか行っちゃいます。どこに行くの？どこに行くやろな。遊びたい放題や、これから。もう、お父ちゃんからお金もめちゃくちゃもらったし。え、ね、いっぱいあるし。何円ぐらいあるのかな？だから、この話知ってるかも。そう、知ってるかも。とっても有名な話。さあ、行ってきます。スーツケースにバンバンに入りましたね。何やねん。じゃあね。さあ、遊びに行きました。さて、ここでちょっと大人チックに行きます。紅葉、え、たぶん、たぶんどこ行った。世界一周旅行、ご飯とか食べに行って、で、そこでお金全部使って、あ、そうな、他に食べれ物、お金がなくて食べ物買えなくて、で、豚のご飯みたいなの食べて、で、家帰ってお父さんに謝った。そうやね、こうやって弟くんが出てきました。スーツケース、スーツケース当時あったか知りませんけどね、バンバンお金詰めていきました。そこで出てきたのが、はい、これはリアルに、ヨーロッパの方である有名な画家の描いた絵画ですね。手前におる、なんかこう帽子かぶったこのお兄ちゃんね、放蕩息子の代表ですね。乾杯、めっちゃ酒飲もうとしてますね。はい、ね、これからイエーイ楽しめてね。こういう話、はい、こんな絵があります。皆さんまたね、何かの機会があったらこんな絵探してみてくださいね。はい、はい、今ヒカリンからの解説がありましたが、結果お金がなくなりました。お金がなくなってこんな感じです。もう服もボロボロ、もう歩く力もありません、もうご飯も食べれません、どうしよう、
どうしようという状態です。そしてこの弟くん、この後、さあ、さっき聖書の話をよく知ってたひかりちゃん、この弟くん、さあ、お家に帰る前に遊び尽くした後、とにかくご飯食べなあかんなー思って、ちょっと仕事しよっかなー、あのバイト探そうかなー、はい、何をしましたか。え、はい、豚小屋に行って豚の御飯を食べに行ったと思う人。大体近いですね。はい、わかる。はい、何？豚を守ってた。あ、守ってた、そんな感じ。はい。豚小屋に行って、うん、お、はい、豚のお世話をする仕事に行くんですね。豚さんのお世話をする仕事に行くんやけど、自分があんまりパンも食べてないのに、豚さんブヒブヒブヒいっぱい食べるもんあるよね。もうそんなんやったらもう俺食べたいわっていう状態になりました。はい、その時彼は思い出しましたね。お父さんの家まだめっちゃお金あったよな。お父ちゃんとこ帰ろうかな。でもな、財産半分も丸ごともらったしな、相続。今さらよう帰らんわな。だってお父さんのお家、なんかメイドさんとかお手伝いさんとかいっぱいおるぐらいめっちゃ金あったよな。でももうよう帰らんな。いや、お父ちゃんのところ行って働かしてもらおうかな。それぐらいやったらお父ちゃん助けてくれるかな。勇気を出して、お父ちゃん、お父ちゃん帰ります。はい、ちょっとまたさっきと同じような感じですね。この息子のお兄ちゃん、あんな感じで帰ってきたんですけど、なんとね、あの赤い子、何マントではないな、何やろ、スカーフ、寒かったかな、この時ね。お父さんは、よう帰ってきたな、お前。お前、死んだちゃうかもしれない。心配取ってけど、お前、よう帰ってきた。よしよし、言うて、ちゃんとお家に入れてくれました。ちゃんちゃん。でも、それだけ。めでたし、めでたし。それだけじゃない、まだ。めでたし、めでたし。え、豚の小屋で働いてたんですか、そう。そう、働いてたんやけど、お父ちゃんとこ帰ってきて。お父ちゃん帰ってきたからな。もう死んだ思ってた息子かけたからな、もうしゃあない、許してあげるやん。お父さんのお父さんのな、お父さんの絵な、ちょっとな、こうちゃんへの見つけられへんかって。ごめんやで。そう。で、お父さんは許してあげました。はい。じゃあ、ここで、神様はこの例え話で何を語っておられるか。みんなだったらもうすでによく分かってると思います。神様は、例えて言うならここで出てくるお父さんが神様ね。ですよね。ごめんなさいって言ってちゃんと帰ってきてくれた、それを分かった、許してあげよう、許してあげるよ、でちゃんと愛を持って迎え入れてくれた、これが神様の愛、これお父さんですね。じゃあ弟くんは、じゃあ例えて言うなら誰でしょう。わかりました。名前、お父さんは神様、じゃあ弟くんは、お父さんはみんな、はいはいはい、イエス様、弟くんイエス様、はい、え、神の子、はいはいはい、答えやな、はい、女性、女性、そういうことだな。まあ例えて言うなら弟くんっていうのはこうちゃんひっくるめて僕たち、私たちみんな、ね、なんかちょっと悪いことしてしまった、なんか嘘ついちゃった、言うこと聞かなかった、宿題サボった、いろいろありますよね。でもごめんなさい、ごめんなさい、神様許して、帰っていくのが僕たちです。で、この時にお父ちゃんは帰ってきたこの息子のために、弟くんのためにめっちゃええ料理を準備してくれます。めっちゃ高級松坂牛かな。なので、めっちゃ高級な、何、葵が大好きなめっちゃ高級な食べ物ない。あ、分かった、分かった、
ステーキ。あ、分かった。ステーキ大好き。男前だ。高級な肉。高級な肉な。はい、はい、はい。マクドフライステーキ。マクド。割と安いな。はい、けど。はい。そう。ずっとね、どこおったかわからんような、ふらふらしてたあのお兄ちゃん、あの弟君帰ってきたけど、お父さんはそれを許してあげて、めちゃくちゃ高級なご飯も準備してくれます。ね、ああ、よかったなって思うでしょ？でもそれが良くなかったって思う人が出てきます。なんで？お兄ちゃん。お兄ちゃんめっちゃ怒ってんね。ヨセフではないね。お兄ちゃんなんで怒ってると思う？なんでってずるいから。ずるいから、いや、ずるくないけど、うん、悔しい。悔しい？なんで悔しい？だって、ええもん食べられないから、いや、だって弟君帰ってきて家族みんなに買ってもらってええもん出てきてるんで食べれるじゃん。なんか悔しい。なんでやと思う？なんでやと思う？だってお兄ちゃんはさ、ずっとお父ちゃんと一緒に暮らししとって、ええ生活しとったはずや。ブラブラ行ってないやん。たぶんせやなんかしてへんやん。うん、なあ。ほんで弟帰ってきてんやん。弟帰ってきた、よかったよかったって、めっちゃ高級料理家で準備してくれてんねん。お兄ちゃんなんで怒ってんの？なんで？うん。うんうんうん、え、なんでこれ？お父さんを取られたから。おお、なるほど。今までお父さんは俺のもんみたいな、俺のお父さん、ね、でもなんか弟君が来たらなんか半分取られた気になる。ああ、なるほどな。あ、そういうのあるな。なんかちょっとこう高学年的なやつじゃないですか。なんでお兄ちゃんこんなことやるの？こっちは真面目にお父さんの言うことを聞いて一生懸命働いておるのに、お父ちゃんの財産半分持っていきやがって、遊び倒して帰ってきて、で帰ってきてんのになんかええ飯食わせてもらって、何しとんねんお前、怒ってる感じ、ね、うん、多分正解。多分正解。お兄ちゃんはね、お父さんの言うことをよく聞いて、神様の言うことをね、さっき言った神様の言うことをよく聞いて、めっちゃ真面目に頑張ってました。罪を犯さないように、悪いことしないようにめっちゃ頑張ってました。ところが罪を犯し放題、外で遊び倒してきた弟君が帰ってきたら、弟君が許されてるねん。あなたちはね、はい。でもここでみんなに問いてほしいのは、弟君帰ってきて許されましたよね。神様の愛はどんな罪人でも許してくれる愛ですよね、はい。じゃあお兄ちゃんが求めてた神様の愛は何ですか？罪人を許す愛はいらないんですか？罪人を許す。じゃあお兄ちゃん自身は何か罪人ではないのですか？お兄ちゃんは俺めっちゃできてるし、俺めっちゃ真面目やし、俺めっちゃ真面目やから、お父さんこんだけのもんくれてええんちゃん、これは俺のもんちゃんっていう強い思いがいつの間にか出てきてしまうよね。これは神様から言うとちょっと違うじゃん。愛情を求めてしまってるのかなとこうちゃんは思います。神様は悪いことしてそれでも神様のところに立ち返って、ごめんなさい、許してくださいっていう心を待っておられる。お兄ちゃんはいつの間にか自分は真面目にやってるから自分は大丈夫、俺は正しいんだ、だからこれは神様、俺もらってええんちゃう、これは俺のもんちゃうっていうところの方が大きくなっちゃったんですね。それは自分にとって都合のいい神様を求めてしまってたお兄ちゃんの間違い。こんだけのことやったからこれがって当たり前っていうふうに思い込みすぎてしまったお兄ちゃんの罪だと思います。
お兄ちゃんはね、決して悪い人じゃなかったと思います。だって真面目にね、働いてたやろうし、お父ちゃんの言うこともよく聞いてたと思います。でも、いつの間にか真面目に働くからこれだけちょうだい、自分勝手になっていってたと思うんです。真面目に勉強するのは自分のためではない、神様が与えてくださる愛はそんなものではない。真面目にお仕事をするのも、ね、罪から許しを求めるのも、その一番最初に愛情があるかどうか、みんなが愛を持っているかどうかでそのことが決まってきます。お兄ちゃんはいつの間にか自分から愛を持ってお父ちゃんの言うことを聞いてたんではなくて、自分の都合のいいお父ちゃんになってほしいから動いてしまってましたね、おそらく。このことを間違えないようにしてほしいですね。で、今日の話、みんなが勉強するときでもいいです、こうちゃんはお仕事するときでもいいです、そのすること一つ一つの中に一番最初になんでそれをするのかっていうのをよく考えてみてほしいなと思います。はい、御言葉を一つだけ。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。はい、ちょっと長いところですけどね、スムーズにスラスラと読んでくれてありがとうございます。じゃあ、一緒にちょっと今よりもスピードゆっくりめで一緒に読んでみたいと思いますので、テンポ合わせてな、バーって一人で始まっておいてな、せっかくやからな。はい、じゃあ引き、あ、いいですね、今ぐらいの速さでいきましょうか。いきますよ、せーので。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。